第19代、アランデル伯爵ヘンリー・フィッツ・アランは、イングランドの貴族、停心。19代、アランデル伯の肖像が1512年4月23日、第18代、アランデル伯爵ウィリアム・フィッツ・アランとその5歳、アンの間の長男として生まれる。ケンブリッジ大学で学ぶ。1533年に、マルトレーバース男爵として、 貴族院に招集され、1544年には父の死により、第19代アランデル伯爵位を継承した。同年にフランスで戦った。1546年には、数密顧問館に列した。同年から1550年にかけて、区内長官を務めた1547年に、ヘンリーパッセイ法御にあたって12人会議のメンバーの一人に指名された。 エドワード6世の戴冠式では大芝を務めた。初代ノーサンバランド校、ジョン・ダドリーに敵意を持たれ、1551年11月から1552年12月まで、ロンドン島に投獄された。その復讐で1553年7月に、ノーサンバランド校が、ジェーン・グレーを女王に擁立した際には途中で公爵を、裏切って、彼を、ケンブリッジで逮捕し、 メアリー女王に引き渡した。彼は、数密顧問官の中で真っ先に農産バランド校を裏切った人物であり、そのため、メアリー女王から徴用された。メアリー女王の戴冠式で大芝を務めた上、再び宮内長官に任じられた。メアリー女王と、スペイン皇太子、フェリペの結婚を推進したのも彼と、初代パジェット男爵、ウィリアム・パジェットであった。 1554年2月には、初代サフォーク校、チャールズ・ブランドンの裁判で、大カレーを務めた。1555年から1559年にかけては、オックスフォード大学の総長補佐。1559年2月から6月に、かけては、同大学総長を務めた。1564年に全役職を辞した。エリザベス女王の即位後、 平民出身のウィリアム・セシルが女王の重心として幅を利かせていることが気に食わず彼の排除を拡索するようになった。その目的から1569年春にはスコットランド元女王メアリーと義理の息子の第四代ノーフォーク公トマス・ハワードの結婚計画に参加した。二度、メアリーの下を訪れて結婚計画について相談している。 しかし1571年には、リドルフィン坊事件に関与したとされて、ノーフォーク公ら他のカトリック貴族と共に逮捕されて裁判にかけられた。1572年までロンドン島に投獄された。ノーフォーク公は処刑されたが、彼は釈放され、1580年2月24日にサセックス・アランデル城で死去した。釈はノーフォーク公にいだ次女。 メアリーの子であるフィリップ・ハワードに継承された。1533年2月5日の繰上げ直書によって、父ウィリアム・フィッツ・アランの以下の借位を継承。1544年1月23日の父の死により以下の借位を継承した。1525年1月25日より後に、第2代同セット公爵トマス・グレーの娘キャサリンと結婚。彼女との間に、 以下の一難二条を設けた。1545年12月19日には、サージョン・アランデルの娘メアリーと再婚したが、彼女との間に子供はなかった。ありがとうございます。